もジールマンでーす。いや、先日ね、こちらのガシャポンカメ04のコンプ&レビュー動画を投稿したんですけども、その時に僕がね、このレア枠のワニガメリアルカラーバージョン、これの塗装はどうなんだろうっていうお話をしたんですよね。で、そしたら視聴者さんから、まあでもワニガメはね、ほんと結構コケまみれで、お顔とかのね、コケもこんな感じですよ、結構リアルな塗装ですよっていう意見をいただきました。なので僕も改めてね、画像検索をしてみたんですよ。そしたらね、汚れてました。いや本当にね、すいません。もうこれはね、僕のワニガメへの愛と認識力の不足が招いた事態ですね。本当に教えてくださった皆様ありがとうございました。そしてね、ちょっとこの汚れ具合について文句を言っちゃって本当にすいませんでした。ただリアルなね、ワニガメがこういう感じってのには納得したんですが、これがねレア枠ってことには納得いかないんですよね。やっぱこう、これで、ね、通常枠だったら、まあまあ500円でこんだけハイクオリティならって思えるんですけど、レア枠にしてまでのクオリティかっていうと、やっぱね、物足らないんですよね。で、いただいたコメントの返信でもお話ししたんですけど、このね、過去段のワニガメくんと、今回のリアルカラーのワニガメくん、この2つが合わさったら、ちゃんとしたリアルカラーとして成立するんじゃないかなって僕思ってるんです。なら塗って作れる玩具ヒーロージールマンだったらどうするか。塗りましょう。このリアルカラーのね、一番のリアルに見えない点って成型色だと思うんですよ。このね、成型色が結構ね、明るくて綺麗な色だからこそね、この汚しに対して変なね、ギャップが生まれてチープに見えるって僕思うんです。だからこの過去段のね、この色、この色をベースにこの汚しを入れればね、相当リアルになるはずなんですよ。なんで成型色変えちゃったのかなみたいなね。やっぱ汚すんだったらね、成型色暗めの方が何かとね、汚れてる感出しやすいと思うので、今回はこのダブってる新色黒バージョンのワニガメくんを使用します。実はこのシリーズのワニガメくんもね、結構分割できるんですよ。まあ上の甲羅、下の甲羅はもちろん、中のパーツとか今も外してありますけどね、こうやって足も、この足もね、各関節ごとに全部こう細かく分解できるんですね。これも全部取り外して、頭も外せるし、下顎も外せると、かなりね、細かく分けれるってことは、まあ、そんだけね、塗りやすいってことでもあるんですよ。なのでこの機構をね、最大限に活かして、全部細かく分割して、僕の思うレア枠を超えたレア枠、差し詰め S レアですね。そんな S レア枠のリアルタイプカラーバージョンを塗装だけで表現しようと思います。今回は動画外で一気に完成まで持っていくので、完成した姿をご覧ください。はい、ご覧いただきましたのが、僕の考える S レア枠のワニガメリアルカラーバージョンです。いや、緑よ。いやね、その視聴者さんのね、コメントで、それで結構コケまみれなんですよっていうのを、まあ、教えていただいて、自分でも調べて改めて認識した結果ね、うん、確かにそうだなと思って、それをね、こう忠実に塗った結果ね、もうすんごい緑になっちゃった。ただやっぱね、リアルを求めたらこうなんだなっていうのは本当に僕の中で結構勉強になりました、まあ、一見ね、本当に緑まみれなんですけど、こうやって細かく見ていくと、これ映像でもちょっと伝わるか分かんないですけど、意外とね、細かく色が変わってるんで、その辺はね、苦労しましたね。やっぱ自然界のこういうリアルなカラーリングって本当に難しいと思います。そしてね、お顔の方ももうしっかりコケまみれにさせていただきました。いや、確かにそうだったわ、本当。でね、この裏面とかも、そしてここですよ、この下の甲羅ね、僕が特にこのチープだと思ってたこの溝だけ変に明るい問題、それを解消して、こうやって苔っぽく塗装することで、これだったらね、リアルかなと思います。そしてこの尻尾の付け根もね、こう成型色のベージュもろ出しみたいな感じじゃなくて、
まあ、なんとなくね、少しでもごまけるような感じにしてます。あとここですね、この足のここの中の部分、こういうところもね、やっぱ変に明るいと不自然なので、その辺もしっかり塗り込みました。でも上から見てもね、この確かにリアルカラーはこうやって苔がリアルなのはわかるんですけど、その苔がね、やっぱ変に規則的すぎるって部分があったんで、こちらの方ではかなりね、まあ、これちょっとね、映像だとどこまで伝わるかわかんないんですけど、不規則というかね、自然っぽい感じの塗装にしてます。マクロレンズで見るとこんな感じですね。まあ、あの遠目の映像だとちょっとね、色の差異がわかんないと思うんですけど、近くで見ると結構細かく色分けはしてます。でですね、少しでも苔感を出したいなって思ったわけで、そのね、苔の表現としてこうあえてトップコートをね、拭いた後に指でこうぐちゃ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 ってやることで、こうあの塗料がダマになるんですよね。そうすることで少しでもね、苔っぽい表面になるようにしてます。で、口の中もね、まあ綺麗すぎず汚すぎずみたいな感じで塗ってます。で、この獲物をね、引き寄せる器官、こちらの方もちょっと色明るくして塗ってます。上顎もちょっと見づらいかな、こんな感じで色をつけました。カコダンのワニガメと比べるとこんな感じ。まあね、あのこれもコメントであったご意見として、これはこれでね、やっぱ綺麗すぎて逆にチープだっていう、そういうご意見があったんで、あ、なるほどなと。ワニガメっぽさで言うんだったらね、そのこちらはいいんでしょうけど、リアリティを追求しちゃうと確かにこんな綺麗ではないなと。やっぱこの成型色はね、ほんとこちらの方が良かったなって思いますよね。いくらなんでもね、今回のリアルカラーの方は成型色が明るすぎるっていう、やっぱそれのね、やっぱいいとこ取りとしてね、この甲羅のね、全体的にこう色味がなんていうか、こう深緑っぽい感じ、そういうところなんかはね、こちらから受け継いでます。はい、ちょっとね、見やすいように並べてみました。こちらがね、カコダンのワニガメ、これがね、今回のカメ04のリアルカラーバージョン、こちらね、僕が作った S レアーバック自分で言っててちょっと恥ずかしくなってきちゃったまあ、まあ、僕が今回塗って僕の中で思うリアルカラーバージョン、細かいところを見れば本当ね、リアルには仕上がったと思うんですけど、こうやって3つパッて見るとすんごい本当緑の塊みたいになっちゃったねということで、今回はワニガメをレア枠にふさわしいリアルカラーにする動画でした。今回のワニガメ、Sレア枠にふさわしいリアルカラーだったよ。自分もリアルカラー目指して塗ってみるよって方も、そうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。でですね、今回はあくまでも塗装のみでね、リアリティを追求したわけですけども、せっかくなんでこちらのね、こうフェルト地なんかを使ってよりリアルなね、苔っぽさを出して、こう異素材の合体による、SS レア枠取ってつけたようなね、名称なんですけど、そう、 SS レア枠のリアルタイプカラーみたいなのを作ってツイートしようと思うので、よろしければ僕のツイッターのフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。